いや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 、電話が来てまた切れちゃった途中だ、途中なんに。ね、俺のノリと相乗があったんにな、この後に。高山原に、かむつまります。かむろぎ、かむらみのみことを待ちて、つねまさ神社、大神楽って。ね、神楽はここね。はい。おい、行くよ、帰るで。いやー、やっと、ようやく、この、アマテラス、アマをね、照らす、太陽が出てきてくれてね。まあ、アマっつうのは何なのかっていうと、ね、なんだと思う？アマ。ここがアマであり、アマは、まあ、ここは海なし県なんで、ね、群馬県だから。海は海だから、海さん、女に海で海で天、海を照らすっていうのは地球全体を照らすってことね。勉強になりましたか。まあ俺は日々ね、こうくだらねえことをまあ学んでるわけで、ね、まあここにも、ここも今年はお世話になったな、本当にここに感謝をね、感謝の念をあげて、ね、帰りましょうね。いやー、ここはお世話になった。こんなにお世話になった時はなかったな。1週間丸々ここでね頑張ったんで、ね、コロナキットが置いてある。コロナキットな、おし、行くべ、テールべ。ああ、じゃあ持ってやるよ、ほら、よこせ、ほうき。さあ、ケルベ、ケルベ、ケルベ。はあ、いやー、今日はそれにしても寒いな。こんなに雪が、積もって。ちょっとじゃあ今度は寺の境内、寺までまあ約 2,3 分、その間ちょっと動画を切るかね。やっぱこのまま行くか。おい、寺通って帰るで、寺。まあここは魔法陣のように俺はね、配置されてるような気がするんだよな。ここに神社があって、本当はこの辺に川が流れてたらしい。川が流れてて、そこのドンツキのところに、この下っていってドンツキのところに、まあ一種の酒屋みたいのがあってね、そこから牛を引いてこう登ってったっていう歴史があるみたいね。でその川は一体今どこに行ってるんかっつうと、まあそれがどこに消えてるんか、この東北側に川があるんだけど、そこに家があって、この向こう側にね、こっちが北側になるんだよ。さあ神社、ここはまあ子供園の駐車場になっててね、まあここはもともとまあ寺の駐車場、寺の土地か、寺の土地だったんじゃねえかなっつんでね。いやー、こう指出してるとさ、手袋だとこの効かねえ、ランプタッチパネルが指出してるだけでももう指がおかしくなるぐらいな、今日は寒さでね。いやいや、非常にいい仕事してきたなとね、自分なりに思ってるんだけど、ここが神社じゃない、柳沢寺五重の塔がね、こう立ってて、さあまずはここも、おいおい、こっち来てくれ。ここ白米、ここの真ん中だけでいいや。まずは英霊に、我が国をね、守っていただいた英霊に、ここ真ん中だけでいいから、白米
真ん中入ってけよ。五重の塔、三門、あっちに金付き堂があって、ね、ここは英霊の御霊が眠る、あ、横にどかしといて、英霊の御霊が眠るね、まあ慰霊碑となっていて、まあその慰霊を慰霊の日があるんだよな、確か4月か5月に。そうするとここには自衛隊のね、演奏隊がこう来て、あとは村のお偉い人がねこう並んでここで演奏を聴いてこの御霊を浄化するというのが毎年行われていますね、はい、さあ、おー偉い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 、